これね、eBay の資産高ですわ。これ、こういうことが、100万人一人の。なぜこんなの落とすかというとね、純利益。ちょっと待ってね。eBay です。エボニーじゃ違いますよ。それも歴史。ちょっとね、ドルで買えとくからね、これは、待てよ。これね、あのね、今頃ね、とにかく待って、今頃ね、すごい時代ですわ。ちょっと待ってね、すること多いでしょ。生活をこっち、なんですわ。俺生活保護なんですわ。そうでしょ。10年かかってます。そんなこと言う。今からね、可愛い子ちゃんが来ますわ。福祉、生活保護。10年目。ちょっと待ってね。待たんでもいい。あのね、人間はね、言ったことは本当になるんです。俺ね、Facebook と YouTube 開始するって言ってるでしょ。約ね、何年前かな。15年前から言ってんですわ。15年かかってます。ほいで、たったの、Facebook たったの資産4兆円ですわ。大したことね。俺が抜いたろ。4兆円。あの人方はね、ちょっと教えましょうか。まあ言うてみような。あの人方がね、例えばホストクラブがね、1日6000万円売り上げとか知らないんですわ。ね。だからね、そういうことを知らないから、俺は資産いっぺんに増やせんですわ。で、孫正義がね、こんな話は100万人一人も知りません。あのね、Facebook をね、勉強したもん勝ち。Facebook をね、1000億円でね、買収お願いします言うたら断られたって当たり前な。まあ、俺の勘では、何倍だ ?Facebook4 兆円やから、1兆円やったらね、売るわ。計算合うから。俺は頭いいからね。AB 型ですわ。勉強すらトップ。ほんでね、よう生きてきましたわ。可愛い子ちゃん来ます、今から。だからね、残念ながら YouTube もね、ジンギスカンも出ましたけど、今度私の番。ほんで、プーチンにもそれがね、YouTube ね、見たらね、偶然じゃない、わし、いろいろ聞いたと興味あるからね、プーチンとね、アラブの王様が乗っとったんですわ。それも振ったしね、ジャパニーズタクボ言うて。で、トランプ君にも、ジャパニーズタクボって振りましたわ。ほんで、アラブにも、電話番号知っとるしね。だから私は怖い存在ですよ。ほんで、安倍総理もね、うちの方が先輩なんですわ。うちの親父の弟が、国会議員してました。30年前。安倍総理が30の時、照江が、照江アホっていうらしいけどね。それで、コロンビア大学にいました。ちょっと話がわからんですよ。だから、上には上がおる。ね。人生、例えばね、今、ずっとこう流れ言うとね、ZOZOタウンも出たでしょ ?5 年で。知ってるんですから。カメラ転売でね、やったけど、500万。ね、違う。いいこと違う。そんな細い話。ほんで、8億の車乗ってるけどね。全部俺に抜かれます。たったの1000億。ほんで、4兆円。ほんでね、孫正義がね、もう終わりですわ。だから時代は変わっていく。孫正義終わった。以上。一回切る。なんとかファイルがなくて、スマホがないから。以上。